投資、投資機を立てられた。あとは V を求めようという問題だから、V イコールの形に変形すればいいだけだ。で、こっからが大変ですよね。割とこういうとこ正式に習ってないと思うので、ここで紹介しておきます。とにかくね、心がけるのはね、これ。もう、中学生にも毎日言ってるんだけどね。分配はギリギリまでしない。本当この方針だけでいかない計算はきれいにできるようになります。